前回悟り山付近をうろうろしたんですけど、ちょっとなんか下に降りてみようと思って降りたら、何です？うさずまの祠を発見して、え、でもこれ祠かいと思ってなんですけど、なんか出てますね。なんかこう祠を出すためのなんかあるんかなって思ったんだけど、え、どういうこと？ミッションがあるんじゃなくて、光が指し示す水晶を祠を捧げよう。さすれば何時に蛇を祓う光を照らえん。そういう感じもあるんだ。悟り山の祠と水晶。え？で、ここに洞窟あるなと思って。さっきちっちゃい悟りポッコが、こっちに逃げてったんだよね。それで、洞窟あるなって思いはした。悟り山ふもとの洞窟。めっちゃ光きてる。ということで、ここやっていこう。マックストリュフで思い出したけど、アミーボ解禁しようかな。一日一回ね、良質な素材がもらえるアミーボ回線。爆弾もいっぱいあるよ。ちなみに前回、赤い月来ました。いけるの？ここの場所はさ、どの程度こう、でもハイラルの近くだからね、言うて。あとワンチャン気づかれないようにいけそうだね。ん？拾う？トリンおる。たまにさ、画面揺れてるのって多分そのヒノックスの足の振動ってこと？嬉しい！あのさ、何乗っけてんの？コンボ？歴代ゼルダの伝説ってさ、お金ってさ、実はあんまりなんか財布を大きくしないと持てなかったりするから、実はあんまりっていうとこない？ちょっと早いとこあそこ登っとこうかな。探索はしたいが、これも取っとこう。迷いちゃん、あやさと迷いちゃん。そっか、サトリと迷いは違う。これの7匹目だ。あ、いいな、早いな。サトリー、サトリー、あ、ダイヤモンドだって。鉱脈から取れる鉱石の中では最も貴重、最も貴重なんだ。美しい輝きは古来より人々の心を捉え、大変な高値で取引されてきた。でもなんかそう、ダイヤモンドって腐るほどあるけどって聞くよね。でも綺麗なのは綺麗だよね。
このヒノクス倒せっていうミッションなのかな。光消えちゃったっていうか、あれ以来見かけてないけど。倒す？あ、え、あ、え、え、なんか光、あ、光来てる。あの玉ってこと？あの玉なんかな。行くか。食べ物でさ、攻撃力アップとかさ、防御力アップ欲しいよね。これ、とりあえずこれ食べるか。ね、惜しみなく、惜しみなく強そうなものを使おう。これ、青ボゴブリンの強さ。どのぐらいで気づくかな、私のこと。あ、写真撮るか。でも普通のヒノクスだ。待って、弓が弱かった。しょんぼりだ。結構遠いな。ちゃんと戦おう。よろしくお願いします。あ、え、あ、そっか。あ、待って。ありがとう、妖精さん。今、スタミナがなかった。やっぱ、基本は命に当てて、その間に倒すってのが定石。あ、あーなるほど。どっちがいい？こっちだ。ちょっと岩が悪かった。でもね、ヒノックスは岩もそんなちっちゃい。いけるぞ。近い。なんか、あ、そういえばこれってさ、あ、特に何もあるわけないか。大きい。取れそうなもの。ヒノックスの角。角？ヤシの実。撮影大会が始まっております。角は登録するけど、こういう肝系は登録しないんだね。かぼちゃだ。こんなもんですか。いちご、あ、いちごあったね。あ、いちご食べて。じゃあこんなもんということで、ヒノックスの爪、鎧の装甲のように分厚い爪、矢尻に使うと普段より攻撃力が上がる。いちご、雪の降る寒い地方で実るフルーツ。甘酸っぱい味が特徴で、特別な効果はないが料理にもよく使われる。鎧かぼちゃ、食用として栽培されるとても硬いかぼちゃ。料理に使うとカチコチ成分が効いて防御力をかなり上げる効果があると。あ、これただの石。ヒノックスの肝。ヒノックスから取ることができる大きな肝。よく見ると時々ゆっくり動いている。ヤシの実。海辺のヤシの実に実るフルーツ。特別な効果ないが料理に入れると。戦利品。ヒノックスの角。周囲をトゲ付きの岩で覆った角。武器につけると攻撃力が上がる。角本体と虫を煮込めば薬の材料になる。なるほど。
えば弓につけられたりできるんかね。いや、ハンマーありがとう。やっぱ片手だと早いからいいね。よし、じゃあ行こう。これ持つの？あ、持つんだ。よいしょ、よいしょ。じゃあカットしてこれをあそこまで持ってきます。よいしょ、うさずまの祠の石を持ってきました。これ大きくなるの？水晶を捧げし者よ、何時に邪を払う力を与え。これ祠じゃないのか。お、どうなるの？お、お、お、ペカー、すごいすごい謎の文明だ。え、邪を払う力を与えんって今から、あ、今からクリア画面に行けるのかな。道中ないけどみたいな。いや、道中あった方が逆に嬉しいけどね、わし的には。祠チャレンジ、おー、すごい。え、うわ、ラウルの祝福。え、すごい。落ちたらどうなるんだろう落ちダメか。まあ落ちたくなるね。今からだって回復するからいっかみたいなそんな縁ギリギリ。おお、トマニウムの競争、ありがとうございます。あんまりやり、そういえば使ってない。今回のじゃあ宝箱マップの中身はこんな空間なんだね。うん、楽しかったね。料理作りたいな。あの、やっぱ攻撃力はなしにしても、ちょっと1パートに1個読むっていうのをやりたいのに全然忘れてましたそうそう、こういうのも豆に消していかないと多分古いのから消えちゃうんかなと思うから、そう、豆に消していかないとって感じ。なんだっけ、何しようと思ったんだっけ。何しようと思ったんだっけ。あ、祝福の光4つになったから、はい、ハートの器を増やしてください、お願いします。やったー、7個目だ。さっきのヒノックス戦でね、妖精1個使っちゃったけど、どのぐらいのダメージだったんだろう。やったー。あと、はい、安寧いきます。おお、いやー、3個の頃が懐かしいよね。いっぱい死んだなあ、鍋の蓋もらおう。さあ、料理ね、これまた1列持てるかな。鎧と忍びもいいし、まあなんならゴーゴーもね、普段使ってもいいと思うんだよね。料理を作ろうと思ったら、こう食材持ってたで、鍋投入って思ったら雨が降りましたそんな悲しい一瞬を私は撮ることができませんでした。コッコ、みんなコッコを叩いたことある？私はやってないですね。ということで雨降っちゃったから買い物しようかな。あ、全然足りんわ全然足りなかったわ。500かと思ったわ。あの、変な吉兆出すんじゃなくて、宝石売ろうこんなさ、何本あってもね、売っちゃおう。でもやった。なんだろう、その、なんていうの、はい、どっか、え、マジ、ダイヤモンド売ろう。あ、でもさ、そう、だからさ、換金のさ、レートがいいところで取引しようっていうのは、それは後半でいいんですよ。そう、後半でいいの。
すごい急にお金持ちになったんだけど。おお、買う。忍びますか。買うしかないでしょ。普通の布製のマスクに見えるが、実はシーカー族の技術で絹衣ずれの音を徹底して抑える工夫が施されている。うちではどれか一品服を購入してくださったお客様に特別なプレゼントを差し上げてる。そんなこと言ってたね。どうぞお受け取りください。あ、シーカー族の生地、シーカー族のデザインがあしらわれたバラセールの生地として使えそうで丈夫な布。あと一着買える。よいしょかな。脳はこれがあるから足買おうか。隠密行動時に使うタイツ。全部違う。これは隠密用のスーツ。これで第2個だよ。なんかあれだな、大妖精さんに強化してもらいたいね。なんかぶっちゃけ1個下がったんだよね、防御力は。なんかこれ口が見えないのか。俺はね、顔が見えづらいけど悩ましいですね。ありがとう。はい、ハイラル平原に帰ってきました。今ね、ここのリバーサイドオマヤマトに来たんだけど、ここにラムダの秘宝があるっぽいから、そっち方面に行ってみようかな。え、ちょっと待って、え、これ心やってないの？え、この心やってないやつ。友達のところに行きたいな。ここら先ある。友達のところに行きたいなぁはしれっとやってるかもしれないけど、まあ、どこにいるかぐらいは見るか。あ、ピンク色のリュックだ、かわいいね。あー、困ったな、友達とはぐれちゃうなんて。あー、ほいー。じゃあ待って、この祠はやってないってことよね。えらい近くにあるね。天智天の祠、行ってきます。戦いの教え、投げの極意を教えてくれる系か。確かにハイラル平原だしね。狙いを定めて敵に武器を投げ当てよ。武器を投げるのは R 長押しで話す。なんかこう気の利いたやつ、気の利いたやつがないんですけど。これ、どうしようかな。これちょっとポーチから出して、なくなってもいいように。おや。オッケー。見事なり。はい、クリアしました。よし、じゃあ、祠をクリアしたっちゅうことで、ここにラムダの気泡があるっぽいんだよね。これかな。おい、おい、一発でいけた。この奥かな。発見、草笛丘の洞窟。ここってことだよね、つまりね。あ、そっか。岩を壊すのには両手剣系で、石がついてた方が破壊力があるから一発で壊れたのかって考えると、いや、まあいいか。ここいっぱいあるしね、石。いいよ。相変わらずその体が光るうんたらみたいなのはやったことないんだよね。これは鋭利なものじゃないとダメかな。先こっち行ってみる。おお、フェスティバル。わ、びっくりした。待って、一旦落ち着こう。一旦落ち着いて。生きた？
いけた。うええー、そんなことある。エレキースの目玉、電気を蓄えてると。エレキースの羽、発電機関はないが電気を溜め込んでる。あ、そうなの。雷か何かで溜め込んでるってこと、それとも羽の話。いや本当にあの木の枝回収できるの助かる。今持ってるのがさ、適当につけときゃ役には立つから、つけた方、外すのは簡単にできるしね。お、ここも待って、たっぶぶね、爆弾爆弾怖で、宝石はね、お金になるから。これも、だって、あ、そうよね、赤い月のたんびに来たらいいよね。今、岩ロックもやってないし、豆差がないな。ここ近いからいいかもね。ここは宝石マークつけときましょう。鋭利なものがこれぐらいしかない、もしかして。鋭利じゃなくてもいいんかな。で、ラムダの秘宝動きそう。別にそんなに強くなくてもいいんだよな、あの子って。うん、今度は上、こうなんかさ、急にボコってなんか出てくる準備はできてるんだけど。いいよ。あ、う、うわ、う、うわ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。生きた。待って、あそこもじゃん。あ、あれっぽい。なに、なに、なに。ゼルダっぽいな。あれだ。まず燃やします。よいしょ。お、これじゃない？ラムダの秘宝は？まだこんな、こんな序の口のところでは渡さんということか。さらなるお口へ足を踏み入れる。え、ハテナ、誰かいる？だと、まあ、誰かいないと。ああ、そういうこと。どう、うわー、あー、君がだ、あ、岩系ってこと。へえ、なんかこう岩吐いたところを取りたい。岩入ってみて。お、抱いてる。まあいいか。まあいいね。入ってるよっ てわかる。うん。いいよ。ダメだった。これ、火効かんってこと？火効かん。どうしたらいい？爆弾か？爆弾しかないのかは知らない。普通のに戻りみたいな感じか。なるほどな。で、これをさらに、あ、待って、これさ、普通のライクライクに変わったって。あ、うん、そのまま、あ、なるほどね。うわー、いった。ちょっと待って、火、油断はしちゃだめ、油断はしちゃだめ。あ、そうだ、違うだ。あの岩をくっつけるのありなのでは。あー、ちょっと待って、ちょっと思いついたらやりたいな。これのスクラビルドを外す。
で、こうして。ああ、壊れた。待って。下手くそか。でも一回お願いします。よっしゃ、いただきました。よし、オッケー。わー、待ってー。なんだろう、兵士の盾。よし、じゃあさらなる奥地へ。うわ、金、電気っぽい。断続的、しかもここ水だし。吐いた後に中身が出る。で、強めのやつにやっとこう。いよいよいよ。こう端っこからシャッ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 ってやって、でこの辺でこうして、こうこうこう、よし。エレキライクの遺跡。なんだ。岩塩蓄えてたか。そっか。この槍って何なんだろうね。誰が作ったやつな。モンスターが作ったやつなのかな。これは爆弾の方が良さそうだね。よっ。今んところそんな場所的には移動してないんだよね。あ、すごい。え、誰がやったのこんなの。さっきモンスターって言ったけど、モンスターではないのかな。頑張った、報酬だ。これがラムダさんの秘宝っていうこと。ラバースーツ、耐電性に持つ貴重なスーツ。現代にはないゴムという古代技術を生かした特殊な素材で体を覆うように作られている。現代にはないんだゴム。へえ、古代技術なんだ。わしらのこの世界もいつか朽ちて古代の遺術がみたいな感じで言うんかな。スマホとかもいいね、冒険だったねこれは。